デイビッド・マーティンによる、肖像画、1782年作。第6代、リーベン伯爵及び、第5代、メルビル伯爵デイビッド・レズリーは、スコットランドの貴族、フリーメーソン。1729年から1754年まで、バルゴニー教の儀礼称号を使用した。第5代、リーベン伯爵及び第4代、 メルビル伯爵アレクサンダー・レズリーと一人目の妻、メアリー・アースキンの息子として、1722年に生まれた。エディンバラ大学で学んだ後、1740年から1742年まで、不老人間大学で教育を受けた。1742年にエンサインとして、イギリス陸軍に入隊。1744年には、不評連隊の隊員になった。 1754年9月2日に、父が死去すると、リーベン伯爵とメルビル伯爵の爵位を継承した。フリーメイソンの一員として、1759年から1761年まで、スコットランドグランドロッジのグランドマスターを務めた。スコットランド銀行副総裁を務めたほか、1773年から1782年まで、スコットランド警察協の一人を、 1778年に、スコットランドキリスト教知識普及協会会長を、1783年から1801年まで、スコットランド教会総会への直視を務めた。1802年6月9日に病死、バルゴニーで埋葬された。息子アレクサンダーが爵位を継承した。1747年7月29日、ウィルヘルミナ・ニスベットと結婚。 五難三条を設けた。ありがとうございます。